だけどマスクつけなあかんねんな。そう、それが一番大きいな。まあいいや。はい、今からセブンイレブン行きます。行きます。はい、何を買うんでしょうか。そうですね、いつも何を買うんですか。いつもは甘いものとしょっぱいものちょっとずつ、スナックとか。あ、スナックとスイーツとか、うん、じゃあ中入ります。はい。スイーツコーナーあんまり置いてないね、ここは。ちょっと小さいかな。私結構、うん、季節ものが好きで、これこの前食べたら、うん、かぼちゃプリン。かぼちゃプリン、うん、とろとろ生かぼちゃプリンっていう名前で、本当にかぼちゃ好きな人は、うん、もうかぼちゃの味まるまる。かぼちゃの味するの。かぼちゃを食べてるかな。本当になんか甘いけど、かぼちゃの味は残してて。じゃあ自然なかぼちゃの甘みって感じ、うん、砂糖とかいうよりも。そう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 。あ、じゃあいいかもしれないね。美味しかったのが。他はどうだ。このシリーズは、うん、テレビでも取り上げられててちょっと気になっている。これ何？バスク？バスク。え、流行ってるのそれ？これ、そうですね。このシリーズとか、このあたりとかが、うん、今テレビで美味しいって言われてて、私はちょっと、うん、今日はチーズケーキ食べたい。あ、それチーズケーキなんだ。そう。コンビニのチーズケーキでも美味しいからね、うん、日本はね。新発売。セブンイレブン史上最高に美味しいチーズケーキって書いてある。どれどれ。よく見たら。ああ。え、これはセブンイレブンのあれか、うん、商品なんだ。限定？うん、限定。デリカシーだから。すごいな。これ。いや、それ一つと。あとは。めちゃプリンが好きなんだけど。あ、プリン好きなんだ。いつもは、うん、このカットフルーツ。カットフルーツ買うんだ。めちゃめちゃ食べてますね。カットフルーツこれ高いでしょ。ちょっと高い。めちゃくちゃ高いよ、うん、ほらこれ168円でしょ。税込みで108円でしょ、うん、このカットが。このカットが、これタイだったら20バーツしないな。15バーツだから、50円から60円ぐらいかな。うわ、それぐらい。3分の1、うん、びっくり。そうやね、50円ぐらいでしょ。これ多分タイだったらね。安い。でもっと安いとこ行ったら、うん、本当にパイナップルとかで、うん、あ、これカットしてあるからね。カットしたやつで考えたら、うん、まあ50円ぐらいじゃないかな、これぐらいだ。そうなんだ、私はいつも美味しくてこればっか買ってたけど、うん、あ、これ量が少ないしな。 115g。 あ、でもあれじゃない、あの甘みがまた違うんじゃないの、厳選されてるとかだったらまだいいけどね、うん、同じ感じの甘さでこれだったらちょっときついな、うん、高いな。確かに、うん、日本は結構パイナップル好きなのか、うん、冷凍のパイナップル、あの棒に刺さって、はあ、棒に刺さってるやつね。あれも冷凍コーナーに売ってました、夏は。夏は、うん、今はちょっと今はないかな。ああ、暑い時いいよね、うんうん、あ、そんなんあるんだ。好きですね、どうする、プリン、チミだけのプリンとかいっちゃう。まあ秋なんで、うん、マロン、うん、あ、これ美味しそうやね、うん、マンマンマロン。マンマンマロン。これは栗です。かわいらしいパッケージやね。うん。うん、そうですね。これにしようかな。プチンプリンってそんな高いの今。140円もしてるよ。これちょっと待って。プチンプリン、焼きプリンより高いやん。そう。
え、王道やん。王道っていうか王様になってるやん、いつの間にか。こん中で、普通プチンプリンって庶民が食べるものじゃなかったの？僕らの子供の頃そういうイメージやのにね。今や今や焼きプリンを超えてしまってるじゃん。きなこプリンよりも高い。あ、そうなんだ。しばらく見ない間にいつの間にそんなに順位を上げたんだ君は。ちゃんとハロウィンパッケージのプチンプリンだった。え、ハロウィンっていつやったっけ？31日。あ、トリックはプチン、うん、トリックはトリートじゃなくてトリックはプチン。だけどあれパッケージだけでしょ。そうなんでやって。これまでわかるけどね、このカボチャとかやったらさ、カボチャとかやったらね、ハロウィンでわかるけどさ、うん、これが高いとかやったらわかるけど、うん、プチンパリンがパッケージ変えて高いのはちょっと納得いかない。そうね。あー、どっちにしよう。でも私ちょっと今四角に入ってしまったんで、うん、これにしちゃってもいいですか？このトロ生カボチャプリン、どれ？隣？どれ？わらび餅。わらび餅に行ったか、うん、あそこは見落としてた。こんなんがあったんだ。とろーり黒蜜入り。大好きなんですよ。和風が結構好きなんだ。和風大好き。じゃあ行っちゃおうか。行っちゃいます、うん、ちゃんとレビューしないね。おーおー。何が起こったの？くっついてる。くっついてるね。これじゃあその2つね。もう洋風と和風でね。そう。 OK。美味しそうやね。これもう後で買おうかもしれない。ここはセブンだったな。今なんぼかな、それで。めんどくさいから現金にしよっか。740円くらい。7個足りないかな。まあいいや。いらっしゃいませ。レジ袋有料になりますが、ご利用になりますか？入る、うん、大丈夫だと思う。あ、まあ、レジ袋お願いします。かしこまりました、はい、3円の袋が1枚になります。はい、以上で411円になります。はい、7個足りたかどうかちょっと見たいんですけども、もうお支払いの形でよろしいですか？はい、お願いします。よかったかな。134円の価格になります。じゃあこれと134円で、あ、できたんでしたっけ？はい、可能です。ではもう一度7個タッチお願いします。はい、はい、で134円。はい。134円は、200円でお願いします。かしこまりました。200円お預かりします。はい、こちら66円のお返しになります。はい。お確かめください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。お預かりします。ちょっとお入れします。はい、はい、ゲット。イエーイ。いやー。嬉しい。帰りましょうか。はい。12